ちょっとこのエナナンの文章をね、噛まずに読みたいと思います。いきます。あ、このお店のいちごパンケーキ、見た目もいいし美味しい。みずきにも教えてあげようかな。え、言えたんだけど。こんにちは、さくやです。さあ、今回はミクの日ということで、なんかイベント情報いろいろあるんでね、皆さんと一緒に見ていけたらなと思うんですけど、ちょっとね、先に言わせてほしいんだけど、このホーム画面見て俺めちゃめちゃ悲しくなったんだよね。誰もいない世界だと思うね、この、あ、これから右上、左上から書いてあると思うんだけど、本当に誰もいないね。ガチで誰もいないじゃん。これ、普通は人がいるんだけど、このキャラクターがね、何人かね、集まってバーってなんか、女子会みたいなの開いてることが多いんだけど、今回マジで誰もいない。助けて、俺一人なんだけど、ガチで。すごい悲しい。左見たらおそらく、あ、いた、よかった。何話してるんだろう、ちょ、見ていい？え、無言？ああ、じゃあ、ちょ、料理する。奏でって料理するの？これ何も言わないタイプじゃない？奏で。あ、うんってうなずいてるわ。ちゃんと会話が、奏でって何？いや、とりあえずね、お知らせが来てて、それ見ていくんですけど、他の YouTuber さんの方で、なんかサムネだけ俺見て、ミクの日になんかガチャ引けるよみたいな感じで書いてあったから、あ、ちょっと面白そうだなと思って、俺もちょっとね、撮っていきたいと思います。本当に情報見ずに今からね初めて見るんで、初見の反応で楽しんでいけるんじゃないかなと思います。行きましょう。お知らせ見ていきましょう。あ、あった、ミクの日お祝いキャンペーン。さあ、どんなものでしょうかね。プロジェクト世界、カラフデジーク、リケイキョル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 、はい、ちゃんと読んでいきます。ミクの日を記念して3月30日開催のミクの日お祝いキャンペーンガチャでご利用いただける、無料ガチャチケット ×100を、後日プレゼントすることが決定。後日？ん？ん？ 3 月 30… ん？あ、3月9日じゃないんだ。あ、3月9日ではないんだ。3月30日にご利用いただける無料ガチャチケット。あ、なるほどね。さらに指定のハッシュタグのトレンド順位に応じて、上記の無料ガチャチケット追加でもらえる機会。あー、なるほどね。リツイートしたりじゃないわ、ハッシュタグつけてみんなで頑張りましょうみたいな感じかな。なるほど。ミクの日お祝いキャンペーン、3月9日ミクの日、ミクの日お祝いして無料ガチャチケット10枚の、あ、10枚なんだ。100枚、100枚っつったら何連ガチャになるんだろう。1枚が10連ガチャでしょ、千連ガチャ。で、ハッシュタグのトレンド順に応じて、ああ、なるほどね。はい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 。で、キャンペーンは今日からスタートするんだけど、まあ、引ける日にちは30日からみたいな感じなのか。あ、結構先なんだね。で、ガチャチケット30日に開催されて、ご利用いただけるキャンディングなんて思います。すべてのお客様に、無料ガチャチケット10枚、後日プレゼント。あ、すべてのお客様なんだ。俺結構さ、なんか、あんまりプロセカーさ、動画上げてないから、あなただけプレゼントしませんみたいなこと言われたらどうしようと思ってたんだけど、あ、大丈夫みたいな、俺もくれるみたいです。指定のハッシュタグがそれぞれ期間内に目標のトレンド順位に到達すると、なるほどね。開催予定は、まあ、今日からなんだけど、って感じかな。で、配布予定が30日。なんかちょっとややこしいよね。なんかややこしくない？ちょっと。え？なんか、本キャンペーン自体、あ、キャンペーンっていうのはあれかな？なんかトレンドの、キャンペーンってことかな？なるほど。わかりました。で、30日に開催されますよって感じですね。はい。まあ、こんな感じみたいですね。はい。とりあえず、ミクの日キャンペーンは、まあ、30日から開催されるみたいなんで、またね、その後日、動画も撮っていけたらなと思います。まあ俺的には無料ガチャね、100枚ぐらい配布してほしかったなっていうふうにちょっと思いましたね。あ、すみません、それは嘘ですね。